どうも、クワクロサイコマンです。今日は6月17日の金曜日です。今日は日本市場大幅に下落してしまいました。26,000 円割れの -468円、-1.77% ということで、ちょっと予想外の大幅下落となってしまいました。ちょっと私の保有銘柄も大幅に下落してしまっています。含み損が34,430円となっています。5月少し日銀の黒田総裁の会見で持ち直しましたが、結局ほぼ横横で終わっています。で結局レーザーテック勝負16,000台で勝負しましたけれども、レーザーテックまさかの15,000入りしてしまいました。それで結局今日の、ちょっと新興電気工業レーザーテックより半導体銘柄ですけれども、どちらも大幅に下落して、このおそらく1週間で 20% ぐらい下落してるんじゃないでしょうか。さすがに、新興電気工業だって432円でいいにして、今日は3700円で爆買いしたということで、ちょっと信じられないような値動きです。そして、レーザーテックも6月13日ですかね、4日前に、16,750円でインしましたけれども、結局15,795円まで下がり、15,000台に割り込んでしまいました。レーザーテックはここまで見込まれると思いませんでしたけれども、半導体の弱さが際立っています。あとはやはり、今回学んだのはやはり、半導体と、そうですね、半導体銘柄もそうなんですけど、このここですね、このマクミスにマスミのインテックス、このいわゆる、山の防御銘柄とも言うんですけども、この三井松島インペックスも大幅に下落しているということと、あとは三菱重工とかちょっと上がりすぎてたんで調整だと思いますが、あと海運ですね、海運もやっぱりこの海運3兄弟がちょっと木曜日に、先週木曜日にインしたんですけど、1万円割れてきてインしたんですが、まさかやっぱりこう3日が待った方がですね、下落相場、いわゆる逆張りが危険だということが分かりました。逆張りは危険です。逆張りでうまくはなかなかいきませんが、ただやっぱり下がった時に買わないと、利益が出ないので難しいです。結局木曜日に2万8000円つけて、結局そこから下落の一途でしたね。日経平均とともに下落とともに買って、高値掴み、大きい高値掴みしてるってことだよ。これはやっぱり難しいですね。高値掴みはしちゃいけませんけど、高値掴みをしたということです、今回も。なるほど、高値掴みを、結局工業と工業の銘柄と郵政3兄弟、そして今回売却した結果的には、この工業銘柄と、あとは海運、そして、半導体ですね。この3種で大幅に下落します。あとは比較的逆に、やっぱディフェンス銘柄は強いですね。ショーボンドホールディングス、ここもあんまり下がりません、やっぱり 1.77% ですけれども、やっぱインフラ関係のショーボンドホールディングスが強いですね。ちょっと強かったですけど、あとヤクルトもやっぱり強いですね。ヤクルト戦が絶好調なんで強いです。あとはマクドナルドもめちゃくちゃ安定していて、ほとんど値動きありません。マクドナルドはチャート見ればある通り、めちゃくちゃ安定しています。2018年以降ほぼ5000前後で推移しているという、3年間4年間を、5000を軸に推移しています。ですから逆に言うと5000あったところで買えれば、ある程度利益は取れるんじゃないかなと思います。あと日本タバコ産業 JT も高配当銘柄ですけど、ほとんどこの JT で損したことはありません。まだ高値からだいぶ下がってきてるんで、 JT とかは上級用意してもいいかもしれません。あとは、ダブルスコープはちょっと今話題になってるから一回インしてるだけです。こういう危ない銘柄もあまり多く持たないということですね。あとニット工業も高配当銘柄ですけども、やっぱり安定してます。ニット工業もこのように安定、一回伸びてますけど、まだ PR も低いんで、ちょっと上級用意してもいいかなと思います。あとオリックスが結構マイナス 7% ですが、オリックスも結果的には上がってくると思いますので、これはちょっと様子見たいと思います。KDDI、そして日本電信では、この辺りは KDDI ちょっと下がっちゃってますけど、結局、この数字銘柄は強いんで、レースが上がってくると思います。ですから、上級上でいいと思います。あとは関西電力株ですね、これが多分、電力の需給不足で上がってくると思いますので思ってます。あと、産業フロンティアは安定した株で、PR も低いですし、火星発電レンタルで、非常に安定しているので、しばらく保有したいと思います。あと、ソフトバンクグループは5000割れたんで買いましたけど、ちょっと思った以上に下がりました。PR も低いですし、ソフトバンクグループは、投資会社なんで、また上がってくると思って上級上でいいと思います。問題は月曜日以降、今夜のアメリカがどうなるかも言いますけど、正直、まさか、ニュースにもなってましたけど、スイスの中央銀行が利上げしたっていうニュースは誰も予想できなかったと思います。0.75% でアメリカが金利を上げるって言った後に、予想通りだったんで、そこまで、上がらなかったと。そこまで値下がらなかったんですけど、結局、まさかこの、アメリカの効果ではなくて、イギリスとスイスの方まで波及するところだったので、そのあたりでちょっと、予測できなかったという、これですね、日経新聞がニュースにしてますけど、1万6000割ということです。イングランド政府銀行、この辺り、アメリカはFRPをマークしましたけど、まさかイギリス
とスイスまでバンパーできませんでした。こういうのがあるんで株は驚しいです。魚が見せてしまってるんでどうしようもありませんが、まあ、ちょっとこれはこれで自分の反省点としてやっぱり安定した株を過去も何度も、こういうやばい株になってますなと自戒してきたんですが、どうしても忘れた頃にやってくるということで、ちょっとまだ反省が足りないと思われます。今回も高揚株と海運、海運と半導体でほぼ全て特別音を食らってるんで、まあなんとか持ってきてくれることを信じて、まあちょっとしばらく購入したいと思います。まあそういってもあんまり下がるともう損切りするのもいないので、まあアメリカは結構早め損切りできたんですが、ちょっと日本株が、対応が遅れました。昨日損切りしなければいけなかった。昨日の午前中に8万円、含み損が8万円まで下がったんで、8万円まで、戻ったんで、そこで損切りができればよかったんですが、なかなかできないんですよね、これはまた。できないんです。ということで今日はこの辺にしたいと思います。ただ、現金持っていてもなかなか厳しい時代、まあもちろんサラリーマンやりつつ、株式投資、不動産投資、あとはまあ、副業、Twitter とか、Twitter 副業じゃなくてんけど、ブログとか、YouTube とか頑張って皆さんに言いましょう。それではまた。